さあ世界恐慌とファシズム諸国の侵略第1回目今回は世界恐慌の到来を一緒に勉強していきたいと思います今回のポイントは大きく2点ございますまずは2つのポイントの確認から参りましょう1点目がこちらですアメリカから始まった恐慌が世界へ波及暗黒の木曜日から始まる経済危機 この経済危機が当時の国際情勢を大きく変えていきます一体どういう強行だったのか見ていきましょうそして二点目がこちらですフランクリン・ローズベルトの改革窮地に追い込まれたアメリカ経済をフランクリン・ローズベルトが救済しようと立ち上がります経済には国家が積極的に介入すべきなんだ この理念のもと彼が行った改革は一体何だったのか注目していきましょうさあ今回は2つのポイントに沿って世界恐慌の到来一緒に勉強していきましょうポイントの1点目ですさあアメリカでとんでもない経済恐慌が発生します一体どういう恐慌だったのか見ていきましょうさあ皆さん 千九百二十年代のアメリカは世界ナンバーワンの経済力を誇ってました第一次世界大戦後アメリカは空前絶後の繁栄を遂げていたんですそして当時のアメリカは一種の株式ブームが発生していました株式ブームとは何なのかそもそも皆さんは株というのをご存知でしょうか例えば一株が 一万円の時に株を購入します。するとこの株の人気が徐々に徐々に上がってって、極端な話一株百万円になったとしましょう。するとこの時に持っていた株を手放せば九十九万円得することになります。株というのはそのような形でできるだけ安いうちに買っておいて。 値段が上がったらそれを売って儲けるこれが株なんです1920年代のアメリカはなぜかわからないぐらい株価が徐々に徐々に上がっていくんですサラリーマンだけではなくて奥様方やさらには子供でさえも株の話をしていたと言われますニューヨークの靴磨きの少年がおっちゃんどこどこ社の株って今いいんだってねそういう会話が行われる 当時のアメリカでした株を買えば誰でも儲かるそういう甘い考え方が浸透していた20年代の後半1929年10月24日木曜日悲劇の始まりですなんとニューヨーク株式市場ウォール街で株価の一斉暴落が始まりますこの29年10月24日の この木曜日のことを暗黒の木曜日という言い方をしますこれによってアメリカでは大規模な金融恐慌が発生わずか一日にして借金を何十億と抱える人もいたんですそれこそショックを受けて命を自ら絶ってしまう人も続出したぐらいですこのようなアメリカで発生した恐慌が全世界に波及そして 世界恐慌を引き起こすことになったんですそしてアメリカではこの恐慌に対して一体どういう対策がなされたのかというと当時の大統領に注目していきましょう当時の大統領こちらですフーバー大統領と言いますこのフーバー大統領は資本主義経済の自然回復力を信じて対策をしません無能な大統領です 当時の資本主義経済はイギリスの経済学者アダム・スミスという人がいました古典派経済学の人経済は神の見えざる手によって動かされているわけだからいい時もあれば悪い時もある人間が直下を出してはいけないそういう考え方が浸透していたのでフーバー大統領は特に何もしなかったんです大丈夫いずれ回復するさ そういうい楽観的な考え方を持ってたんですそして彼が何かやったと思えばフーバーバモラトリアムを実施しましまたこのフーバーモラトリアムというのはドイツの賠償金支払いやイギリスフランスの戦災戦争の借金ね戦災支払いを1か年止めるよだからアメリカはドイツに何も支援しないよ1年間止めるから大丈夫だよねそういう内容です。 ヨーロッパ各国にアメリカが支援をやめますこの結果ヨーロッパどんどん経済状況が悪化していく世界恐慌を悪化させただけの大統領なんですこのように世界恐慌で経済危機に陥ったアメリカ当時の大統領は何もせず結局フーバー大統領の人気は徐々に下がり彼は二期目の当選を果たすことはできませんでした ポイントの2点目です世界恐慌に対して何も対策を打てない無能なフーバー大統領に代わって登場しますフランクリン・クリローズベルト彼がアメリカ経済を立て直すために取った政策とは一体何なのか見ていきましょう。さあ今皆さんの目の前にイラストで出ている人物これがフランクリン・ローズベルト大統領です。彼はは就任してからは ニューディール政策というのを打ち出しますちなみにこのニューディール政策というのはそのまま意味を当てはめると新規巻き直しと言いますニューディールは新規巻き直しという意味があるんです今までの経済状況をもう一度変えていこう新しく作り直していこう回復させていこう そういう政策ですつまり経済をほったらかしにするんじゃない国家が積極的に経済に介入していく生産活動やそこで働く人たちを助けていくんだこれがニューディール政策なんですそのためニューディール政策はお金を持っている人ではなく世界恐慌の煽りを受けて 苦しい生活をしている人たちを助けようそういったところに特化しますそのためフランクリン・ローズベルト大統領が真っ先に行った改革としてまずこちらがあります農業調整法と言います略して AAA もしくはトリ AAA という言い方をします生産の制限過剰生産物の政府買い上げ 農民たちの余った作物を買い上げて農民にお金を渡す農作物の価格安定化を目指していく農民を助けるための政策であるということを覚えておきましょうさらにこちらを見てください全国産業復興法ミラと言いますこのミラは企業の救済及び労働者の団結団体交渉権を承認するなど 企業そしてその企業で働く人たちを助けるための方法だったんですさらにフランクリン・ローズベルトは考えました人々が仕事を失っている状態だったら収入がないわけだから物を買わなくなってしまう彼らに仕事を与えなければならないそこで彼が行ったのがこちらですテネシー川流域開発公社 t v A と言います政府が総合開発に着手具体的に言うとダムを建設したりしたんですいわゆる公共事業ってやつですこの公共事業によって多くの失業者を吸収することに成功仕事を失った人たちに安定して仕事を渡していった給料を払ってあげるそうすることによって失業者は お金を手に入れて物を買えるわけですしかしすべてがうまくいったわけではありませんでした実はこの頃アメリカの連邦最高裁判所からある意見が出たんです大統領閣下よろしいでしょうかどうした最高裁判所長官よ閣下が制定した全国産業復興法ですがあああ,あのニラねどうしたあれ憲法違反です い,いえいえ憲法違反ですえお前このタイミングでそれ言うかいやでも憲法違反ですダメです企業に対して経済が経済に介入していくのは認められてませんなんとフランクリン・ローズベルトの全国産業復興法が憲法違反と言われてしまいましたじゃあ労働者を助ける分にはいいのかそれは問題ないです企業に介入したらダメです あ、分かったじゃあ労働者を助けよう彼は別個にこちらですワグナー法というのを制定します労働者の団結権団体交渉権を改めて承認あの全国産業復興法が違憲判決憲法違反って意味ですね違憲判決が出てしまったからこのような法律を別個制定した形ですいずれにせよ今までのフーバー大統領とは違って 国家が積極的に経済に介入し何とかして立て直そうと改革を行ったわけですそしてこのフランクリン・ローズベルトは世界恐慌に対処するため外交自体も変えていくんです彼の外交がこちらですさあまずは前輪外交これは経済的政治的な 南北アメリカの一体化をを目指指すす外交方針のことを指します今まで「ラテンアメリカの国言うこと聞きやがれ!」という強いやり方をやめてアメリカ合衆国と友好的な関係を築いていこう。これが前輪外交の目指すすところです実際にキューバの独立を認めたのもフランクリン・ローズベルトの時。 さらには喧嘩していたソ連のことをようやく認めますあわよくばソ連にも物を輸出できるんじゃないか輸出が増えればアメリカの企業は回復しますのでそれを狙ってソ連を承認したとも言われますこのようにフランクリン・ローズベルトは積極的に経済に介入していく 今まで見られなかった手法によってアメリカ経済の再建に着手したということですさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう今回のポイントは二つありましたまずポイントの一つ目ではアメリカから始まった教皇が世界に波及していくんだそういうお話をしました まず1929年10月24日暗黒の木曜日ニューヨーク株式市場株価が一斉に暴落していきますそしてこのアメリカ経済が危機に瀕した状態で当時の大統領フーバーは効果的な対策を打てませんでした。彼は 経済は自動的に回復すると信じて何もしなかったそのためアメリカの経済はますます悪化フーバー大統領の人気もどんどん落ちてったんですこの危機に瀕したアメリカ経済を救おうと立ち上がったのがこちらですフランクリン・ローズベルト大統領まず彼は経済に 国家が積極的に介入すべしニューディール政策というのを打ち出しますこのようにして政府が積極的に経済に首を突っ込んで立て直しをしていこうそのため彼はいろんな改革を行いました例えば農民を助けるために全国の農民を助けるために行った改革の一つが 農業調整法と言いますこれをアルファベットの略字で AAA もしくは AAA と言います。これが農業調整法の AAA そして今度は企業を対象にします。企業を対象に全国産業。 広報というのを出すこれによって企業を助けてあげようそこで働く労働者を助けてあげよう略称はミラと言います企業を助けてあげようそこで働く労働者も助けてあげようということですさらに失業者を減らす目的で彼らに仕事を与えるテネシー側 流域開発公社と言います具体的に言うと政府がダムを建設したんですね。ダムを建設してその水力を利用して電力を下げていこうそのダム建設にあたって仕事を失った人たちに仕事を与えていこう一種の公共事業なんです。そして 途中で全国産業復興法が憲法違反になってしまいましたのでフランクリン・ローズベルトはこれに代わる法律としてワグナー法この制定に力を尽くします労働者の権利を認めてあげるという内容なんですそして外交面に関しても 今まで強気に接していた外交方針から有効的な外交に変えます前輪外交ラテンアメリカに対しては前輪外交と言って有効的な外交の方針に変えていくさらには敵対していたソ連を認めるようになるということですこのように アメリカから始まった金融恐慌は世界に波及して世界恐慌となっていきます。アメリカのフランクリン・ローズベルトはこれを立て直すためにさまざまな改革を行ったということをしっかりと覚えておきましょう。さあ、この次の授業では世界恐慌に見舞われたイギリス、フランスの対応です。